というわけで届きました ZVE1 です。まあ、気づけばちょっともう昼過ぎてですね、だいぶ時間経っちゃったんですけれども、なんとか発売日当日にゲットすることができました。ちなみに今日はこのために有給を取りました。ということで、じゃーん、 ZVE1 本体のみを今回購入しております。いつもと違うこのストラップですね。ちょっと布っぽくなってますけど、あとはバッテリーかな。バッテリー、いつも通りソニーのバッテリーですね。何これ、あー、なんか純正の風防ついてくるんですね。てっきりないと思って、なんかスモールリーグのこれ買ってたんですけど、これいらなかったですね。ただ、純正の風防と、この今回買ったスモールリーグの違いは、あ、こんな感じ。僕が事前に買っておいたスモールリーグの方は、ここね、風防が追加で付けられるだけじゃなくて、ここ、コールドシューも別でアダプターがあるので、まあ、純正との違いですね。というわけで、じゃん。はい。ちっちゃ。あ、ちっちゃいけど、別にグリップできないわけではないですね。意外と僕の手には。しっくりくるかもしれない。まあ、形状はもう、おそらく、ZVE10 とかとは基本的には変わらないんだと思いますけれども、まあ、かなり、まあ、手で持った感じ、なんか、コンデジ感がすごいですね。そして、背面のボタン、一応見ておきましょうか。ちょっと減ってますよね。α74 と比べると、この辺のボタンかながないので、少しボタン数が減ってるので、カスタマイズがどんな感じになるかはちょっとよくわかんないんですけども、まあ、とりあえずはいろいろ解説する前に、まずは使ってみたいので、このままちょっとこの後出かけたいと思います。装備はこれに、今回は GM レンズですね。このために買った GM レンズ、14mm の F1.8 の GM レンズをつけて、ちょっと外に出てきたいと思います。まもなく2番線に。特急列車日立号品川駅が到着します。まもなく水戸に到着いたします。とりあえず東京駅まで来ました。で、ちょっと来るまでの間にいろいろちょっとカメラの設定をねやってたんですよ。というか何も設定せずに家を飛び出したんですけど、で、なんかまあ いくつかボタンの配置変えたりとか、まあ、そんなことをしてつつ、とりあえず ZVE1 になってからその α74 との1個違いがあって、基本的にやっぱメニューとかダイヤルが減ったので、ほとんどの操作をこのバリアングルに出てるやつをこうタップして設定する必要があったんですね。で、その中でなんかシネマティックモードっていうのが見えたんで、今日はちょっとシネマティックモードでほぼ取っ手出し、からぐれなしで一回出してみようかなと思います。とりあえず夜の撮影をしてちょっと高感度を試していきたいんですけど、まあ、それまで結構時間が、まあ、2時間ぐらいかな、日の入りまで時間があると思うので、適当に歩いていろんな素材を撮っていきたいと思います。まあ、今日は完全に内蔵マイクだけで撮っていこうと思うんですけど、今はダイナミックアクティブの手ブレ補正を使ってずっと撮ってます。めっちゃ久しぶりに来たけど、すんげー混んでますね。1年以上前に空港を利用した時に比べると本当に賑わいが全然違う。だいぶ日も落ちて暗くなってきたんですけど、それでも全然映像的には余裕ですね。めちゃくちゃ明るい。上から見てみると、なんか真ん中ら辺っていうんですかね、は結構やっぱり人が利用者多いなって感じがするんですけど、端っこの方に行くと、まあ、そもそもカウンターが空いてなかったりとか、航空会社が入ってないみたいな状況で、意外とそんなに
最初に感じたほどはあんまり賑わってないのかもしれないですね。ただ端っこに行くとですね、ハワイアンエアとかがあって、多分今ゴールデンウィーク前で、もしかしたらもうゴールデンウィークまとめて有給休暇で全部もうハワイに行かれる方がいるっぽくて、なんかその列は結構長かったですね。ということで、芝公園か、芝公園に来ました。好感度を試そうと思ったんですけど、なんかレンズがそもそも明るすぎて、ちょっと余裕すぎるというか、明るすぎ、めちゃくちゃ明るいし、めっちゃ綺麗に撮れる。逆になんかこう、ISOめっちゃ下げてあげないと、白飛びしまくってるんですよね。結構しっかりいろんな絵撮ったんで、ちょっと今から技研バーに向かいたいと思います。プルドポーク待ってていただけるの深みプルドポーク待ちだったダダーン、おーすごいすごい、ダダーン、ダダーン、はい、ダダーン、おー美味しそう、あ、ごめんじゃあプルドポーク一つで松井がいるからいけない、はい、松井が頼むのよ、裏になる操作を聞いてんだよ読まなくてもよくて、あのファイルを、まあ、15秒とか20秒ぐらい最大値のファイルで切り出して、でそれをフォルダーに入れて、でそれを読み込ませるだけ。15秒とかじゃなきゃダメだ。あ、すげえすげえ、ついにお、まさかの、マスターそれやってくれんの、ここまで。もう今日ハンバーグやらないと。要素映画には書かれてなかったんですけど、その前にエフエルマスク事件というのが超問われて、もっとすごいものを作ってたし、その中ではユニは音出てないです音出てない、繋がってない、繋がってないから、何の、多分見てる人何のこっちゃわからないと思います、はい、で今日はいろいろ実験をしに来ました。まあうまくいったんじゃないでしょうか。聞いてどう思いました。入力する人っていうか、その、あ、なんですか、その実際に変換するときに喋る人の声にもうしっかり対応して、微妙にこう音程というか声色が変わるのが面白いなと思いましたね。だからなんか松尾さんが喋ってる時よりも市民さんが喋ってる時の方が松尾さんっぽいなって、多分それはなんか地声が若干低い影響とかが出るのかなみたいなと思って、それがめちゃくちゃ面白かったんですよ。やりたいですか、こういうの。でも面白いんじゃないですか、なんか好きな声優さんとかの声とか。自分の声も出したい、みんなに使ってほしい。あ、僕の声、あ、そう、僕をテストサンプルとして使いたいってことですか。それは別にいいですけど。何でしたっけ、ポーク、プルードポークドッグです。まあ、す、はい、あ、いい音、うまっ、うまい。ドリキンポーズ。ドリキンポーズ。じゃあ僕もいただきます。